岡市と北九州市、福岡県の2つの政令都市が、政令指定都市が人口の増減で明暗を分けました。2020年の国勢調査の結果が今日発表されました。国勢調査の結果速報によりますと、去年10月1日時点の福岡県の人口は513万8891人で、前回2015年の調査より3万7335人増えました。市町村別で最も人口が増えたのは福岡市です。7万4680人増えて160万人を超えました。福岡都市圏はすべての市町村で人口が増え、大野城市が初めて10万人を超えました。一方、最も人口が減ったのは北九州市です。93万9622人と2万1000人以上減っていて、全国的にも目立つ形となっています。減少率が最も高かったのは朝倉郡東峰村です。12% 以上減って1904人と2000人を切っています。